ロベルト・カンピンは初期フランドル派の画家。日本語ではロバート・カンピン、ロベール・カンピンと表記されることもある。初期フランドル派最初の偉大なる画家とされることも多く、フレマールの画家という異名がある。カンピンの記録は当時のものとしては比較的整理されてはいるが、間違いなくカンピンの作品であると言えるものは現在一つもない。フレマールに存在していた 作品群が、カンピンの描いたものではないかと想定されていることが、フレマールの画家と言われる理由だが、このことは100年以上にわたり、議論の的になっている。カンピンの親戚がバランシエンヌにいたとされる。カンピンの名前が最初に現れるのは1405年から1406年の記録で、画家のギルドセールカ組合に所属する、トゥルネー在住の画家となっている。 1410年にトゥルネーの市民権を購入していることから、カンピンはトゥルネー出身ではないと考えられる。後に、ギルドの理事となり、大規模な工房を運営し、他にも、教会委員や、近隣の都市の管理職などの地位を得た。しかし1432年頃に、政治的混乱を引き起こしたとして、これらの社会的地位を失ってしまう。1429年に、 証拠隠滅を図ったとして、巡礼を。この時は、ブルゴーニュコージャン一世の妹で、バーバリア公ビルヘルム二世皇妃、マルグリット・ド・ブルゴーニュが介入し、罰金刑に原刑されている。現在2枚の両翼だけが、プラド美術館に所蔵されている、ウェルル祭壇画には1438年の日付が入っており、以降も、カンピンが画家として活動していたことを示している。 完品作と考えられている、フレマールの絵画当時の装飾者本画家たちの強い影響は見られるが、完品の絵画はそれまでにない徹底した写実性が見られる。それまでのテンペーラではなく、新技術の油絵具を使いこなし、美しい色彩を表現した最初の画家の一人だった。油彩という新しい技法で明暗を描き出すことで、絵画に、 立体感や複雑な遠近感などを構成することに成功したのである。また、ヤンファンエークの作品に見られるとされている複雑な偶意象徴主義が、カンピンの作品にも存在するのかどうかについては、依然として議論の対象となっている。美術師家たちは、北方ルネサンスの起源がどこなのかを、イタリアルネサンスのそれよりも、はるかにわずかな手がかりをもとに熱心に研究してきた。 そして長い間ヤン・ファン・エイクこそが装飾者本絵画をパネル絵画へと確信した最初の画家であると信じられてきた。しかし19世紀の終わり頃にはファン・エイクも当時活躍していた画家の一人であり、同じようなスタイルで描かれたファン・エイク以外の作品が他にも存在することが明らかになってきた。有名な作品2428年頃と推定されている。 メロードの祭壇画が挙げられる。現在この三連祭壇画は、メトロポリタン美術館別館の黒いスターズ所像で、細部まで中ベルギーのリエージ近郊のフレマール由来という伝承を持つ。現在は、フランクフルトアムマインにあるメロードの祭壇画とよく似た作風のパネレーが他にも3枚存在している。これらのパネレーの作者は、同一人物。20世紀になると、フレマールの画家は、 1406年の記録にトゥルネーの画家として記載されているロベルト・カンピンではないかと主張する美術師家たちが現れる。この主張は1427年にカンピンの工房に弟子入りした二人の画家、ジャック・ダレーとロヒール・ファンデル・ウェイデンについても言及し、ダレーの詳細な祭壇画の記録はフレマールの画家の作品の特徴と告示しており、 さらにファンデル・ウェイデンの初期の絵画もフレマールの画家の作品と告示している。したがって、ダレート、ファンデル・ウェイデンの師匠であるロベルト・カンピンこそがフレマールの画家ではないかという推測が成り立つとする。しかしフレマールのパネルウェグンはファンデル・ウェイデンがまだ20歳代の頃に描いたという可能性もある。美術史屋の中にはプラド美術館肖像でファンデル・ウェイデンの描いた有名な 十字架効果は、ファンデル・ウェイデンではなく、カンピンの作品であると考える者も,もいる。他に、カンピンの作品ではないかとされるのは、ディジョンのキリスト高坦、フランクフルトの十字架上の盗賊、1430年頃に、ロンドンにあった2枚の男女の肖像画、そして、ロンドンのコートオールドギャラリー所蔵の三連祭壇が、キリストの埋葬である。キリストの埋葬は、 カンピンが描いたとされる絵画に含まれることはあまりなくカンピンの工房の作品かあるいは模倣者の作品とされることも多いが美術史屋のローナ・キャンベルはカンピンの作品であるとする立場である。初期の作品と言われ1415年から1420年頃の日付が入っている。中央パネルの表現は当時カンピンが所有していた再色された素像からの影響が見られる。 初期の作品とされるのは他に、プラド美術館所蔵の聖母の婚礼、ィジョン美術館のキリストタンがある。エルミタージュ美術館、ロンドンナショナルギャラリーにも、カンピンのものではないかとされる作品が所蔵されている。メロードの祭壇画受胎告知1425年から1428年頃に、カンピンは個人の依頼で三連祭壇画のメロードの祭壇画を描いた。 中央パネルには、受胎告知が描かれ、大天使ガブリエルが座って本を読んでいる聖母マリアに、声をかけようとする構図となっている。聖母、マリアの部屋は、手入れの行き届いた、フランドルの中流階級風に表現されている。ありがとうございます。